まずやってみる。せーの。持ってかない。あ、出やつんちゃん。あ、いいか、ここな。仲間いいか。これあっちやってもいい。うん、あっちやってもいいよ。あっちね、ちょっと多少引っ張りながら進めるんだ。もうちょい大きく引っ張った方がいいかも。ん？この辺なら俺引っ張るのとあんま変わんなくない。もうちょい大きく引っ張ってくれた方が多分変わる。じゃあこいつ直して切ってね、これ中。うん。こいつなってしまえば。ばあちゃんたちのさ、ハーモニカクラブ専用のハウスとして充電で使えるような、で、4人5人で一緒に畑できるようなね、おのおのの家庭にそこから野菜を食べてますみたいな。山ちゃん、アスパラしながらか。アスパラは冬の間も使いたいから、やっぱり下界にないとダメだね。今日昼何食べる、ばあちゃん。昼何食べる？ハウスからあったし、ご飯でも食べに行く。パッチでばあちゃんラーメン食ってる仕事してる。今日は49年から一頭から始まってデミール。お前まで直しろ。これまで直せる。接中直せるって。ここずつずっと鳴らせるか、種まいて上さ、これぐらいの、なんぼ50センチぐらいの高さの。細い、始まりで。あれ短い抜いていいな、ここ。うん、短い方がいいんだよね。あ、短いの。
外れてない。うん。中の上が外れてない。あ、で、オッケー、いいんだ。いいんだ。オッケー、もう。ちょっとお父さん、ここさ、来い。うん。来いです。待ってろ。で、あんた、あんた、来い。うん。ここ引っ張ってでいいの？うん、引っ張ってでいいよ。もうよろしく。これ10センチぐらい。うん。もっと、もっと落ちた。うん。オッケー。そのまま回す。もっと、出てきたの。ここまで。よいしょ。ストップ。で、反対側切って。いや、上切っちゃった方が良くない？反対の方が。どっちが良くない？まあ、いいか。次、この辺決めるんだ。横の辺。
って最初縦の方がいいんだな。縦端端あ端真ん中端っていけばいいんだ。いやこっちからやってたらいいでしょ。うん。縦からしてダメだ。はがんでくなったら。真ん中の横にいるし。こいつ真ん中出ねえな。真ん中だって。ボケだか。ちょっとここがしがなってるな。そういった。何の情報かしら。何ね。強すぎけれどならない。これで貼る順番間違ったのかな。横から引っ張ってみればいいのかな。今度横から締めるかな。つうかあれでしょ。一方やって上やったとか引っ張りながらやんなきゃダメじゃない。うん。まずその長いとこからやるのが鉄則じゃない。そうかな。あ、走って。この線が大きいよ。無事行って。そこまで行かれるよ。こちらケスケ一回まっすぐしてろ。カチャカチャして。動くように横に。横に動かない。うん。また熱い。ふぅ、いやと休んでられんだから。うん。いや、外やると風で寒いわ。スムーズいったでしょ。ん？次反対外した。上にかけて、で真下にずっと下げてる。このまま引っ張って斜め。どちらでもいいです。
で、どっちでもいいけど、あと上から下下ってこう、あ、いけるぞ。下から上下がって、こうだな。そんな方なんでもいい？あそこは何だけやね。それで一回結ぶの、結んでしまって。踏んでる。いや、結局話しないと。え？まず、こうしてるっけや。え？鉄塊から持ったのは一軒ずつ。うんうん。テープあったら。ぴったりぐらいだったか？うん、うん、あそこで二箇所か。ああ、そう、うん、そう、外れた。間に合うだろうと思ったら足んなかったっけ。あちゃん、俺一回ロープ投げてやって、うん、いいよ。で、お前これ使ってね、あの放射、放射から見な。うん、俺あっちで一回止めっから。うん、そしたらもうスネープを引っ張ったな、ワンちゃん。だから誰か引っ張ったな。石さん、じゃあそんないきなり投げられても困るわ。バーチャーにトラックなんだけどな。あ、ストップね。はい。めっちゃくるくる。いや、いいんじゃない。
終了。約2日間、実質1日にわたるハウス終了しました。このハウス、こっちに雪降る方でも全然大丈夫だったんですけど、今年はこの龍骨、背中の部分がパックリ割れたので、もう総張り替えでした。だいぶね、透明感はね、上がった気がします。もう大丈夫、水飲むから。パッピー、何がいい？ちょ、やめて。お前いい子だな。なんだろう。やっほー、山城です。2日間にわたるハウスの修繕作業終了しました。前回張り替えてからどのくらい経ったかわかんないんですけど、今年の雪のせいなのか経年劣化のせいなのか、ハウスの真ん中の一番高いところがパックリ割れてたんですよ。軽トラ乗ろうと思ってハウスの中入ってたら、ハウスの中で雨滴ってて、よーく見るとそこだけパリーって。まあそれでもバンドで止めてあったりいろいろしてるので、そんなバフバフはしなかったんですけど、そうやって破けちゃうと稲の育苗だったりいろんなものを置くんですけど、その時に濡れちゃうので、まあ早めに直さなきゃいけないっていうことで、今年一番最初のハウス修繕はこの大きいハウスになりました。まあでかいとね大変だけど、ただ元々のハウスのパイプの径がでかいので、冬の雪にも耐えれるので、そういう意味では一年中かけてられるのは楽ですね。こっちの東北の方だとそういう雪の問題考えないと、ハウス簡単にペシャンって、ビニールかかってなくても骨に雪乗った重みで潰れちゃったりするぐらい昔のハウスだと折れるので、まあね、大事に使っていきましょう。まず横張り替えたり、扉も張り替えたり、まあ地味だけど時間のかかる。で、今日はこれして、もう少しするとだいぶお米の方も忙しくなって、そこ片付ける、あっち片付けるってなるので、それよりも最初に掃除したり、今年はね、早め早めにやっていけたらいいなと思います。とりあえずまだ雪残ってますし、そこにも雪見えますし、それでも今日なんかはだいぶ暖かくて、何度だろう、十何度くらいはありますね。春だー。じゃあこの後も物置の棚作ったりなんだかんだします。もっとねハキハキ喋りたい気持ちもあるんですが、もう疲れた。冬の間全然動いてないので体にきます。以上、山城でした。もいもい。